昨今の芸能界テレビに出てる人たちの誹謗中傷と戦いますという流れはある種の脅しにも聞こえますプロとしてお金をもらっている芸能界の方々はある程度の反論や反対意見も吸収していく義務があるのではと思ってしまいます誹謗中傷と自分の気に食わないことにそっぽんを向けることの境目がとても曖昧な気がするのです結論から言うとですね僕的外れだと思います言葉っていうのは簡単に人を傷つけることもできるし SNS を使うと大量破壊兵器にもなりますよね 知らない人に向かってとかくっとか最低とか罵る人を果たして制限できるのか彼らの行動を制限できるのかですねホワイト社会コメントの仕方岡田さんのおっしゃることもすごくわかるんです。 でもこの傾向って人気者や多数派が言ったことには反論できないファンの多い人にとって都合の良いものにならないでしょうか岡田さんのような方は反論と口の悪いコメントやいわゆる誹謗中傷の差を理解なさっていると思うのですが、昨今の芸能界テレビに出ている人たちの誹謗中傷と戦いますという流れはある種の脅しにも聞こえます。 とということですすねままだ続きます私はバラエティ番組を見ながら某大人気芸人のコンビの片方の方つまんないなという内容のことをつぶやいたことがありますその方をフォローしていないリプも送ってないただテレビの感想としてつまらないと発言しましたでもそのコンビのことは好きだったしいやいやいやも好きのうちで興味がありある日その方のアカウントを何気のなしに検索してみたらブロックされていたんです ちょっと検索したら、その芸人さんは好意的な意見ではない方の多くをブロックしているようでした。中にはファンクラブの人も入っていて、もっとこうしてほしいというような誹謗中傷からはほ,、えー、ほど遠い発言でも自分のマイナスに感じるという意見は片っ端からブロックしているとのことです。つまらないという感想は、こんなに大勢のファンがいる芸人さんにとっても誹謗中傷とみなされてしまうのかと驚きました。 じゃあ、歌手がオンチだったら、俳優の演技が下手だったら、それを感想として述べたら、誹謗中傷と指さされてしまうとしたら、一般人はさらされてしまわないのでしょうか。プロとしてお金をもらっている芸能界の方々は、ある程度の反論や反対意見も吸収していく義務があるのではと思ってしまいます。誹謗中傷と自分の気に食わないことにそっぽを向けることの境目が、とても曖昧な気がするのです。 だこういうふうなコメントです。まあ、かなり長いコメントですけども、結論から言うとですね、僕ってエ h さんが言ってることはですね、的外れだと思います。え、プロのはですね、ある程度反論や反対、反対意見を吸収する義務があるという。ここに僕は反対するんですね。プロの人の義務は何かというと、同じようなクオリティのものをずっとお客さんなり消費者に届けること。これが義務なんですね。で、そのためには、反論や反対意見を聞くのも方法の一つ。 に過ぎないんですよ。過ぎないんですよね。つまり、反論とかですね、反対意見を聞いて、自分が凹んで、自分のパフォーマンスが悪くなるんだったら、一般の方のですね、反論とかですね、あの、耳に痛い意見は聞くべきじゃないんです。 自分のパフォーマンスを下げないために。それはなんでかというと、その、TH さんが言ってるですね、プロの方々っていうのは、組織の中の人でもなく、政治家みたいな公人でもなく、それぞれ演芸の人だったり、芸人だったり、もしくはアーティストだったり、そういう人たちですよね。で、そういう人たちっていうのは、自分の才能とか実績とか、やってることしか裏付けがなくてですね、それしか勝負ができないので、絶対に自分のパフォーマンス下げちゃいけないんですよ。落ち込んではいけないし、なんですよね。 だから、お客さんの言うことを真面目に聞いて落ち込んでしまってパフォーマンスが下がったら、僕はもしその人が同業者だったらバカだなと言います。あ、バカだなと、そういう意見はミュートすればいいんだよ、ブロックすればいいんだよと。そんなのを聞いて悩んでパフォーマンス下がる方が99、99%のお客さんに対して不誠実だろうと。 自分に対して面白くないとかそういうふうな意見を言うのは勝手。それは絶対止めてはいけないんだけども、そんなこと言うなよって言っちゃいけないんだけども、逆にそれをミュートしたりブロックするのは我々の勝手。どちらかというと我々の義務だと。反対意見を聞くべきだわ。本人は言ってはいいけども <laughs>。 <laughs> あの、客が言ってはいけないことなんですよ。だから、TH さんはですね、えー、客の立場としてですね、あの、えー、指揮を超えてますねあの、えー。こういった芸能人とかですねあの、こういうふうな人はですね、反対意見を聞く,聞くのは義務と言ってる時点でもう的外れです。それは僕ら表現者の方が自分に課したり、辞めたりするのが当たり前なんですね。僕は自分の成長のために反論意見を聞くべきだと思った人は、 それを聞いて成長すればいいし、僕は反対意見とか聞いたら曲が書けなくなる、漫画が書けなくなると思った人は、絶対にそういうふうな意見に耳を傾けちゃいけないんですよ。そういう人たちに対して、君たちは立派な漫画家であり、立派なクリエイターであり、そしてそういうなんか体験を得てるんだから、えー、名もなきお客さんたちの意見を聞く義務があるっていうのは大間違いなんですね。 なので、そこら辺だけは気をつけてください。ちょっとね、わかりにくかったかもわかんないですけども、あの、まあ、長い意見だったので、長い返しをしていました。お疲れ様でした。<laughs> そもそも銃というのは何だろうかま、あ、人を傷つける武器ですよね。でも、それはね、人を傷つける武器であると同時にですね、人を思い通りにする。つまり、銃を撃つぞと相手を脅してですね、相手の自由を奪える、相手を思い通りにできるというですね、まあ、 まあ、あ言いい方悪ででですすけど、便利な道具でもあるんですよね。だから銃が怖いっていうのはその銃の破壊力が怖いっていうのとそういうのを振り回す怖い人がいっぱいいると。というかあの普段分かんない弱々しそうに見える大人そうに見える人でも銃を持ったら急に怖い人になるとなんか、ここら辺のですね人間への恐怖でもあると思います。で、で僕はですね、まあ、ちょっと話が ちょっとここからずれます。あの、戻りますけどもですね。言葉は武器だと思ってるんですね。こういうの、よく言うじゃないですか、言葉っていうのは武器であると。だから、あの、言葉っていうのは簡単に人を傷つけ,けることもできるし、特にその SNS を使うと大量破壊兵器にもなりますよねで。こういうことを人前で言うぞとか、お前を決めつけてやるぞとか、こういう噂を流してやるぞということで、相手の行動を奪えたりですね、自由を奪えたりする。 ですねま、それもですね全く有名でもないただの人であっても特定の個人を遠く離れたところから誰にも知られないように遠隔攻撃ができるというですねなかなか言葉っていうのはですね SNS ができたおかげで武器になってしまったんですね。でアメリカはですね銃社会でして、ね、年間何万人もの人が銃の犠牲で死んでるっていうんですけどもでも日本は 自殺社会なんですねか。年間何万人もの人がですね、あの、自殺で死んでいるんですね。そのうちのかなりの数がですね、その SNS での誹謗中傷みたいなこととかですね、そういうようなことがですね、原因で死んでいると考えられるわけです。じゃあ、じゃあですね、アメリカでは自由の規制ができないのかっていう日本人はですね、SNS の発言の規制を日本人はできるのかって、これ、あの、対象の問題だと僕には見えるんですね。日本人の今の一般常識が考えたら、 そういうことですね。なんだろうな。発言の規制というのはできないなっていう,うに言いますよね。だから、その知らない人に向かって死ねとかクソだとか、最低とか罵る人を果たして制限できるのか、彼らのことを制限できるのかですね。アメリカが自由の規制をできないようにですね。日本人はですね、個人による誹謗中傷っていうのをですね、止めることが、やっぱりこの10年ぐらいずっと議論してるんですけど、できない。教室の中でそういうふうないじめの言葉のやり取りすらもやっぱ規制できないんですね。 アメリカの高校ではですね、銃の規制があって、物騒な国だーって言うんですけども、日本の言葉の、なんだろう、いじめっていうのはですね、それ以上、同じぐらいにですね、残酷で危ないのかもしれないとですね。おまけにですね、なんかアメリカではその銃を振り回して大量殺人する人たちが、必ず言うのが自分たちの正当性なんですけどね、こういう状況があるから俺たちはやったんだと。同じように日本では言葉を暴力にして SNS でばらまく人たちは、必ず言うのは、あいつらには言われても仕方のない、 欠点ががあある、悪があるで,す、ね、で俺たちみたいな弱いものはこんなことを言うぐらいでしかストレスが解消できないんだじゃあこんなのを SNS で言うのを禁止したらどうやってストレス解消したらいいんだっていうですねもう本当にアメリカの無法者と同じような理屈でここ彼らは理論武装してる,てるんですけども連日の児童虐待死の報道についてですがこの類のニュースが出るたびに必ず「なんとかなら産むな!」 といいう人がいますなんとかという部分には貧しいなら産むな育てられないなら産むなとか理由はいろいろあると思いますが私はこのなななんととかなら産むなという言葉に嫌悪感を感をじます生まれてきたからには社会全体でどうサポートしていくか強いては貧困や虐待が起きる原因を考えるべきであって貧困や虐待で,で苦しんでいる子どもたち並びに母親に対しては産まなければよかった産まなければよかったなんていうのは口が裂けても言うべきではないそれは執行している 思考停止してると思います。岡田先生のお考えをお聞かせいただければと思い投稿しました。うん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 。カンピンさんの考えね、あのその通りだと思うんですけども、あの人前ではあんま言わない方がいいですよ。まあ、僕みたいな。 人間でなない限りでですね。んかというと世の中の人の大部分っていうのはなんとかだったら産むなとかそんな女子供産む権利ないよとかそもそもそいつは異常だよっていうふうなことを言いたがるそういう人が多いんですよね。まままあまあ、まあ。でテレビとかネットでそういうふうなことを言ってる人がいると本音を言ってくれたとかよくぞ言ってくれたと思ってスカッとする人間が 多多いいいんんでですすよ。よそういうのが多いんですよね。なので逆に言えばですねスカンピーさんが言ってるそういう言葉を聞いてるとなんか悲しくなるって書いてるんですけども悲しくなる方が 実はですすね、ね。自己責任だと思います、ね、あの下水道って不潔だから中に落ちたら感染したんじゃないかと疑って体を洗うしそういうところに近づかないようにするじゃないですかで同じようにテレビとかネットの中の言葉っていうのは言葉はもう暴力だから感染力があって不潔なんですよなのであの近近づづいたら手を洗うことが大事だし、できれば近づかない方がいい。方がなので他人に対して口が裂けても言ってはいけないと期待しないことですね。もう僕なんかが このスカン皆さんに対して思うのはあのそんなことを口が裂けても言うべきではないとこの言うべきではないということを言ってもしょうがないんですよそれが大多数の人だからですねあのこういう意見には流されないようにしようというですねまあ自分自身に言い聞かせる自戒するだけにとどめるのがいいんじゃないかなというふうに思います。情情報報のの筋筋がが悪悪いいいと僕思ったんですね。情報の筋が悪いという考え方も、 多分、あんま世の中の人しないんで解説しないとわからないと思うんですけども例えばなんで2ちゃんの話からここになるのかっていうと2ちゃんを主に見ている人と新聞テレビを見ている人とあと雑誌を見ている人とでは情報の筋が違うんですね。で筋が違うとせ世界観が違って例えばこういう政策に賛成反対も違うしこういう家族論に賛成反対も違うしっていうようなものになると。でこれを 社会的階層ということもできるんだけど社会的階層というよりは僕はもっと単純に筋っていうふうに考えてるんですよ筋目っていうふうにねで聞いてみたらですねその30代でフリーターやっててコンプレックスをかやってる人はですねなんか日経新聞読んでると言ったんですねそれは筋が悪いと日経新聞っていうのを読んでたら毎日毎日のようにああなんか今社会はこういうふうになってる経済状況はこういうふうになってるだから自分は こんななななふうにきゃいけないけとかです、ねあ、これからますますあの正規雇用と不正規との間に差が出てくるとかそういう話ばっかり聞いちゃうんですねそれは正しいかどうかというよりは自分の筋に合ってるかどうかなんですよ。自分が今生きてる。 カテゴリーの中で幸せになる情報はおそらく日経新聞には何も入ってないと僕は思うのでですね。学生の間いろんな新聞を比較して読むのはいいと思うんですけど、もう社会人になって三十超えちゃって一人前なんだったらもう自分が生きている筋っていうのが見えると思うんですね。なので日経新聞っていうのはもう外しちゃっていいと思うんですよ。で得る情報っていうのは。 僕はあの栄養素と同じだと思うんで、タンパク質をいっぱい取った方がいい、アスリート系の生活してる人とタンパク質見たものを控えて野菜とかを取った方がいい、ホワイトカラー系の仕事してる人っていうのがありますよね。それと同じように自分が生きて 周りにどんな人がいるのかの社会によって、どういう筋の栄養源、情報を手に入れるのかっていうのは、人によって違うと思うんですね。だから、万人に必要な情報ツールとか、万人に必要なネットとか、あらゆる情報っていうのは僕は幻想だと思います。それよりは、自分の精神健康にいいようなものにやった方がいい。 で、それを自分はアスリート系に改造したいと思うんだったら、タンパク質が多いめの情報っていうのを取ってもいいし、そうじゃなくて、自分はもっと気持ちが落ち着かないタイプだから気持ち落ち着けたいって思うんだったらば、いわゆる草食系っていうのかな。もっと淡い感じの情報とかを得られるような情報の摂取方をした方がいいと思うんですね。人間の体っていうのは、その人が食べるものでできているって言うじゃないですか。同じように僕は、人間の精神っていうのは、その人が摂取する情報でかなりできていると思うので。 まあ長くなりましたけどいや、2チャンネルなんて本当にもう数年見てないですよというのは2チャンネルを見たからといって情報が特に増えて賢くなるのかというのではなくてそういう生活を筋目の生活を僕してないので,です、ね、あんまりですね撮っても体にいいことはないので見てないという話でございました。